おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野つ樹です。えー、現在、アメリカ合衆国のオレゴン州というところにあるクラッカマスコミュニティカレッジで野球をしています。えー、さて、えー、本題に入る前にお礼を言わせてください。えっ、ー、と、この今、最近ラジオやってるじゃないですか。これがですね、意外と評判が良くて、でインスタグラムとかで、えー、とメッセージとか、えー、いただけるようになったんですけども、 中でもでもすね本当にありがたいのが、えー、と何々について知りたいですとか、えー、何々についてわ、えー、からないのでどうなってるんですかとかそういった質問が来るんですねこれが本当にありがたくて、えー、と僕も、えー、と皆さんが何を知りたいのかっていうのがあまり分かってない部分も多いので本当そういった、えー、と何が知りたいとかいうのはありがたいです。 えと僕の後輩というか、えー、ともうたくさん聞いてくれてると思うんですけど、えー、何か、えー、と知りたいこととかあったら、えー、とぜひインスタグラムでも LINE でも何でもいいので、えー、僕に声をかけてくださいそしたらね、えー、とそのトークテーマについて僕がお話ししていきたいと思いますさて、えー、と今日はですね、えー、とそんな、えーまあ、質問に いいただいただことをお金についてですねえっ、ー、と野球留学どのくらいお金かかるのっていう質問があったのでお話ししたいんですがえっ、ー、とこれは、えー、最初に言っておきたいんですがこれはあくまで僕の例なのでもしかしたら、えー、とやり方によってはもっと安くできたりとかもうちょっと割高になってしまったりとかいうふうになってしまう。 と思うのであくまで参考程度に、えー、お聞きください。はい、でですね、えー、と私は、えー、と今、オレゴン州の、えー、ポートランドに割と近い、えー、とオレゴンシティというところに住んでいます。でなこれ何,が何を示しているかというと、えー、と都市部ですね、えーと、オレゴン州の都市が、えー、ポートランドという場所なので、そこから本当、車で20分ぐらい、えー、と割と近い地域ですね。 割と都市部、えっ、ー、と、日本で言うとどうだろうな、東京がボートランドだとしたら埼玉県あたりかな、埼玉県あたりみたいなイメージしてもらうと、もっと近いかもしれない。まあ、そんな感じでイメージしてもらえると助かります。でですね、そんな、えー、都市部に住んでいる僕の、僕の、えー、生活なんですけど、まず生活費からお話ししましょうか。えっ、ー、と、僕はですね、今、ホームステイ、 をしていますえホームステイをしていてホームステイが月に、えー、1000ドル、えー、大体1000ドル900ドルから1000ドルこれはつまりですね、えっと、月に約10万円から11万円ここら辺ですね月 10, 10万円から11万円お支払いして、えー、住んで住ませていただいておりますこれにはですね何が含まれているかというと,、えー、とまず光熱費ですね、えー、電気代とか 水道代とかそこら辺が含まれていてプラスあとは部屋の貸し出し料ですねあの普通に賃料っていうんですか普通に部屋をそのい家の一角を借りてるっていうことでそのお借りしてる金額が含まれていてプラスあとは朝と夜ですねだいたい夜ご飯がついていますで朝ごはんは自分で作ったりするんですけど食費ですねだから冷蔵庫の中食べていいよとか そういうのをひっくるめて月だいたい10万とか11万円で生活をしていますはいこれが生活主な生活費ですねで僕はあまり遊びに行かないのでそれ以外のいわゆるお小遣い的なものっていうのはほとんど使ってないのであまりあれですが例えばこれで車に乗ったりするとガソリン代がかかったりとかするしあの 毎回外食をしてたりとかすると外食代がかかるので、まあ、そこら辺は、えーまあ、自分でやりくりしながらがいいと思うんですが、まあ、そ,れそれを含めても大体生活費は123万円ですかね多くても123万円ぐらいかなと思いますで学費なんですが学費はだ、まあ、日本の大学より少し割高だな感じで年間でいうと大体120万円ぐらいかな120もっとするかもしれない100200 200万までいかないけど、150万、150万ぐらいかな。えっと、僕の大学は、えー、4学期制で、1学期大体いい50万円かかります。で、4学期制で,で、4学期中の3学期が、あの、マストというか、えー、絶対に受けなければいけない。で、1学期は受けても受けなくてもいいという状況なので、まあ、3学期受けたとして、大体いい150万弱ですかね。1学期47、8万、9万ぐらいなので、 そう考えると年間これは割高ですね結構ええ本当とこう日本と比べるとかなり学費は割高かなと思いますはいだからこれでごめんなさいねちょっと <laughs> 計算ができないんですがえっ、ー、と自分のあれなんか必要な人はメモとか取っていただけると嬉しいですがで生活費と学費は そんな感じですでそれ以外に何かというと、うん、野球部の活動にはお金はかかりません、基本的には。図費もないですし、必要とするのであれば、最初の初期費用ですね、ユニフォームとか、バットとかグローブとか、まあ、これは自分が持ってると思うので、特に今さら言う必要はないと思うんですが、まあ、そこら辺で、手を打っていくと。あの自分が持っているので、手を打っていけば別に。 そんなにかからはいって感じでえっ、ー、と主なえー、主なお金かかるものとしては、えー、と学費と、えー、生活費ですねで僕の場合ホームステイでこれがアパートとかまた量とかになったらまた変わると思うんですけど僕は、えー、とホームステイに住んでるのでホームステイの金額で言わせていただきましたがこんな形ですで、まあ、高いじゃないですか でえっと、大体僕のとこに相談来る人であの留学を諦めてしまう諦めてしまうみたいな形が多い理由の一つとしてやっっぱ経済的な面っていうのがあるんですよねで本当にそれは分かってでも本当にバカにならない金額なのでしかも日本の大学と比べたらねそれお金かかるんですが、まあ、これをどうやって対処していけばいいかというとまず、えっと、日本の奨学金を借りながら大学に行くっていうのがありますね。 日本の奨学金というのは、えっと、基本的には貸し出しになると思うんですがこれは日本の大学と全く同様で日本の大学に行く時も借りられますよね、えー、それを、えー、それは別にアメリカにの大学に行こうが何だろうが借りられるのでそこを借りて、えー、生活の足しにしてで留学していくとでこれ僕も借りてます僕も借りてるのでこれ意外と、あのー、知らない人というか できるのを疑問に持ってる人が多いのでお話ししときますが奨学金借りながら行くっていうのは一つのごめんなさい一つの手かもしれませんでもう一つの手としては現地で奨学金をもらうっていうことですねで現地の奨学金っていうのは基本的に返さなくていいものです基本的にはねどういう人にもらえるかというと例えば野球がめちゃめちゃうまいとかめちゃくちゃ勉強ができるとかいう方ですね でめちゃくちゃ勉強ができるっていうのは、えっ、ー、と、GPA っていうものが、成績が4段階で表される数値があるんですが、それが4に近い人、えっ、ー、と、GPA がだいたい三3.7とか、3.8とか、3.9とか、そこら辺になってくると、昭和金に手が伸びる額なんじゃないかなと思います。僕はね、今、GPA が3.6、3.7かな、3.7ぐらいなのですが、ギリギリ。 えーと奨学金の選考がこの前落ちてしまったんですけどまあそんな形ですねそのこのギリギリの3.7ぐらいがギリギリのラインなのかなと思いますはいでだから奨学金中奨学金もらうためには、えっと、あのめちゃめちゃ勉強頑張るといった感じでそれがまず1つで2つ目がさっき言った野球で頑張るとかことですねこれはえっとさっきまあ いつもお話し,してるんですがアメリカには2年生大学と4年生大学というのがあって4年生大学に行く前に2年生大学で結果を残すと4年生大学に行くときに奨学金がもら,えやすいよもらえる可能性があるよっていう話をいつもしてると思うんですがその時に、えっと、2年生大学で活躍して4年生大学に行く、えっときはうちは奨学金出すから来てくれっていう話で、えっと、学費が免除になったりとか量費が免除になったりとかするんですね。 ここは僕は今また狙っていて今年のシーズン頑張って結果を残して賞味期もらえればいいなと思ってるところでございますはいこんな形ですねまああとは本当に何て言うんだろうなお金の話はこのぐらいであとはもう自分がどれだけ行きたいかというところによるとは思うのですがちょっと皆さんえーこういったものを本当にね大事な あの問題で、えっ、ー、と、目が離せないような問題だとは思いますので、しっかりと考えた上でなんか、えー、例えばおと、お父さんとかお母さんに行きたい人はなんか、お願いしてみたら <laughs>、いいんじゃないかなと思います。また、あー、あとはこれで合わせてた。これは言っとかなきゃいけないんですが、えっと、バイトですね。バイトは基本的にできません。アメリカでは。 えっと、ビザっていうものがあって、これを、あの、あのスチューデントビザっていうのものなのですが、これ俺を持って入国して、アメリカで働いてしまうと、えっと、アメリカに、もう、半、半永久的に、もう10年ぐらい、10年、十何年ぐらい、もう、入れなくなります、アメリカに。これ、非常に、えっと、アメリカの大学ももちろん退学になるし、ね、本当に厳しいものなので、えっと、あ アメリカででで現地でバイトをするっていうのは、えっと、絶対にできませんあの学校でちょっとお手伝いさんぐらいなら学校の中でねっていうのは、えっと、している人はいますが、えっと、基本的にはできないものだと思っといた方がいいですはいルールなのでこれは気をつけてくださいはいでは、えー、そんな感じで、えー、今日もお届けしてまいりましたがえっと 僕、このチャンネルはですね、僕がアメリカ留学に関するあれやこれやをお話ししていきたいと思いますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、素敵な一日をお過ごしください。上野たすきでした。バイバイ。